最強どうですかね、まあ、強さだけで言うと僕の中ではやっぱり主人公である伊蔵が強い部分ではあるとは思うんですけどね、皆さんどう思いますか。いやどうですか、ね、伊蔵って言いたいでしょ。いややっぱ伊蔵もそうですけどあでも僕はやっぱあの宮城さんが演じられた高潔だよね。芝居の中でもその強さだったりとかこの底知れぬ怖さみたいなのが表現してくれてたんで、ね、強さは出てましたよね。僕あれですね、老主ですかね。あ悪の強さ最強です。あ私はまあソーニャかなっていう、可愛さ最強かなというふうに間違いない思っておりますね。真面目に言うとこういうなんだろう作品を作るっていうのをこう果てしなく続けるっていうのをやりたいなって思いますね。それが願いですね。そうですね、やっぱ僕も健康一番というかもうあまりこうそうですね健康がに良くないことはやっぱり起こってほしくないなと思いますね。やっぱり僕も、まあ、真面目な話をするとやっぱ早くコロナがなくなって落ち着いてほしいっていうね。それ意味は良かった俺も思いますけど、個人的にはもう少し身長が欲しいです。私はどこにでも一瞬で行けるようになりたいです。あ分かる欲しいそうなんです、海外とかにね。あーなんだね、行けたらいいなと思います。私は頼るという字を選びました。これはやっぱり伊蔵もライデンもソーニャも頼り頼られ成長していくのでこの一文字を選びました。はい、僕は縁という字を書かせていただきました。あの種族も年齢も違う、3人がひょんなことから出会って、このお話が始まるわけなんですけれども、そういった、ひょんなことからだけど会うべくして会った3人が他にもいろんな縁にこうまみれてお話を繰り広げていく作品なので、こちらの縁という字書かせていただきました。はい、私はですね、友京という字にしました。頼りですとか縁ですとかと、まあ、似ているところもあるかもしれないんですけど、まあその3人の、主要なキャラクターと、まあ、それだけではなくてですね、まあ、老若男女いろんなキャラクターが出てくるんですけど、どこかやっぱりみんな同じこう同じ土を踏んでいる、同じ星に生きているんだという、まあ、そういったやっぱりどこかしら何か共通点があると思うんですけども、そういったところも実はみんなつながってるんだなっていうところが、この映像を通して分かるんじゃないかなと思ったのでこの字にしました。はい、僕はこの漢字を選びました。忠義の忠、これあの作品の、まあ、シナリオ的なテーマにもつながっているんですけど、侍の忠義とは何ぞやっていうのがこの作品の中でのテーマでありまして、その答えっていうのを、まあ、僕そしてまあ脚本の、ね、横手美智子さんと合わせてなんですけれども答えを出しております。ですのでこの忠という字がどういう意味をなすのかっていうのは作品を見ていただいて確かめていただけると嬉しいなと思っております。ネットフリックスアニメ映画ブライトサムライソウルで、主人公の伊蔵を演じております野村ゆうきです。ネットフリックスアニメ映画ブライトサムライソウルはネットフリックスにて全世界独占配信中です。ぜひご覧ください。